い、皆さんこんにちは。うねがい星のファングです。ということで今回はこちらデラックスハイクラスパック GX ウルトラシャイニーをワンボックス購入してみました。今回ね、破格の値段だったので、買ってまいりました。まあ、値段はちょっと伏せるんですけど、店名がバレる可能性があるので伏せるんですけど、かなり破格なお値段で、手に入れることができました。ということで、開けていきたいと思います。ウルトラシャイニーはですね、まあ、汎用系のサポートがいっぱい入っているパックなので、個人的には枚数がそ、まあ、枚数あるんですけども、グズマとかね、もうちょっとあってもいいかなとか、そういうのもあったりとかして欲しかったのと、あと色違い系がね、僕あんま持ってないので、その辺もちょっとウルトラシャイニーで獲得できたらいいなっていうのもありました。で、やっぱ SR 以上の、SSR がですね、ワンボックスに1枚入ってるんですけど、僕最近あんまりボックスでこのシャイニー入ってないんで、あの色違いをね、動画でお見せする機会がなかったので、今回はこれもお見せできたらいいなということで、買ってみました。ということで主人公ハイなのでやっていきましょう。全部で10パックなんですけども、1枚10枚入りってことで100枚入ってるってことですね。 GX が1枚確定。テテフとかね、まあ、ゾロワークが欲しい。個人的には僕ゾロワーク1枚持ってないんですよね。ウルトラシャイニーは散々入れるんですけど、ゾロワークって出たことがなくて、個人的にはすごくあのゾロワークが欲しいなっていう気持ちがいます。レアコイル、闇ラミ、雪かぶり、お、破れかぶれマーシャル、いいね、いきなりいい感じ。マーナフィー、最初はレシラム GX ですね。まあ、これもいいでしょう。で、ミラーはチルタリス、ナッシー、ルミタン、願いのバトンって感じですね。ちょっと分け方がめんどくさい分け方してますけど、次いきましょう。やっぱウルトラシャイニーかかるのにお腹いっぱいになりますよね。1パックで1パックの大満足感がやばい。クイタラン、クイタランってそっかウルトラシャイニー入ってましたっけ。あんまり記憶にないな。不思議そう、カラカラ、待って色違い来たんじゃないかこれ。大丈夫か、ジガルデ、ネクロズマ、暁の翼、お、テテフですね。いきなりいいね、これいきなりテテフ引きましたよ。ちょっと嬉しいですね。でカウンターキャッチャーがミラー、ミラーのカウンターキャッチャーもなかなか嬉しい。エネルギーリサイクルとベラ火山公園ということで、いやーなかなか幸先のいいスタートをしてますね今回は。はい、ということでまだまだ入っていきましょう。3パック目、ゾロワークとかも出たらこれかなりいい箱だったりするんじゃないか。よいしょ、ウッピー、へーコスモック、若者も、あ、タイプヌルの色違い、これ嬉しいな。タイプヌルの色違いって僕持ってないんで、個人的にかなり嬉しい色違いですね。で、タイプヌルの普通の方と、マッシブンのコマッシブンですね。で、グスタクメシャ GX、不思議花、上り下り、お、エスケープボードも嬉しいですね。枚数ね、あの足りてるんですけど、一応欲しいカードではあるので、こっちに出しておきます。GX、キラ。まあ、ウルトラシャイニー、なんとなく仕分けをするとこうなっちゃうっていう、ありますね。よいしょ、次いきましょう。4パック目。いやー、やばいね。折り返しに行くまででもう大満足なんだけどな。すでに結構僕的には満足する結果を得ている。よいしょ。ノコッチ、マイカ、フォック、お、レシラムの色違い、なるほどね。レシラム GX か。色違いとしてはどうなんでしょう。僕ちょっと評価が分かりませんけども、まあいいんじゃないでしょうか。で、プリズムスターがビーストエネルギーね、これなかなか美味しい。よいしょ、プリズムスター箱一なんですよね。マボクシー、ジヘッドがミラーですね。ジヘッドがミラーで、アローラガラガラと、シロナ、シロナも汎用だからな、結構嬉しいな。地ならしのマグカルゴ、はい、ということで、もういきなり色違いも出ちゃったと。なるほどね、これね、あともう1枚の色違い、こっちの今タイプヌル出てますけど、この色違いが SR に化けることがあって、個人的に SR に化けてくれてる方が嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、ウルトラシャイニーとかね、 SR 当てたことないんで、初めて当てた、あ、でも初めて開けたウルトラシャイニー、僕 UR のテテフだったんですよ。ミリットエネルギー、あ、これ嬉しいですね。トー、アク、フェアリー、これ僕4枚しか持ってないんで、個人的に嬉しい。ラルトス、あ、イーブイ、エナジー進化ね。そうそうそう、なんかね、買っちゃったんだ、一時期。波動予知、これも嬉しい。バシャーも、焚き付けるですね。あ、月光が GX 僕持ってないんですよ、何気に。これ嬉しいですね。で、ロトムがミラーですね。で、ラニュイちゃんと、グラスメモリ、そしてバクガメスと。なるほど。いや、結構いいな。そうそう、色違いレシラムはどうなんでしょうね。なんかあんまりあのパッとしないですよね。もうそもそも普通のダブル R があるんで、できればダブル R がないやつがよかったな。コイル、キルリア、
たまたま、ここまでがノーマル、ヒードン、アローラキューポン、シルバディ GX ね、はいはい、シルバディ GX で、天眼山がミラー、ルスワール、ヒートロトム、ビーストリング、ビーストリング嬉しいですね、これはなかなか嬉しい。だんだんぐちゃぐちゃになってきました。大丈夫かな。さあ残りが4パックとなっております。さあ残り5パック、ちょっと待って、分からなくなった、1234パックですね、残り4パック、残り4パックであと1枚色違いもしくは SR が出るということで、 SR はまああんま期待しないからな、本当に、まあ、できればでも SR がいいよね。お、ユニットエネルギーですね、嬉しい、これも結構嬉しいな。で、イワンコ、コソグムシ、うん、電磁幕、よし、危ない危ない、色違いかと思った。お、プリズムスター2枚目、あ、これ嬉しいな、でも結構プリズムスター2枚目ですね、シェイミプリズムスター1枚しか持ってないんでちょうどいい。サーナイト、これいっぱい持ってるんだな。いやいや、火打ち石のミラー、これは嬉しい。マギアナとグズマさん、カラマネロもありがとうございます。カラマネロもね、ちょ枚数欲しかったんで嬉しいですね。グズマもね、そう、グズマがね、枚数ないから、そう、今ね、2デッキ、3デッキ分ぐらいかな、12枚ぐらいしか持ってなくて、できればもうあと4枚ぐらい欲しいっていう気持ちがあったんで、ちょっと嬉しいですね、グズマは。そう、これ一応ね、グズマね、まだ単品で500円ぐらいするんで、一応ね、持っておきたいカードではありますよね。そう、白なのに比べて再販の機会が少ないんですよね。さあ、残り3パック。あちゃも、コスモウム、ちょっと色違いきそうだな。モノズ、ライコ、危ねえ。いやもう色違いはね、できる限り避けたい。あ、カウンターエネルギー見えちゃった。カウンターエネルギーでも嬉しいな。ちょっとこれ嬉しいわ。はい。ライコ、ヤレユーテン、ルガルガン GX ね。こっちも嬉しいですね。バクガメスがミラー。で、ムキムキダンベルとスピンドトム。なるほど。さあ、あと2パック。いやこれなちょっと緊張してきたよ。変に。できれば SR がいいとか言ったけど。いや色違いきそうだな。チルッと、アローラロコン。ラロコン嬉しい。ふっ、あ、テールナ。ふっ、ありがとう。SR、SR なんだけど、そっか、アイテルパラダイス財団か。財団職員。そう、これプロモパックのカードなんですよね、もともとは。そっか、アイテルパラダイス財団職員ね。小堀 いたな、そういえば。釣り人とかもいるけど。そうだそうだ。いやでも、まあ、いいんだよね。持ってないからね、正直。でもね、今ね、青を読んでことすんじゃうんだよな。フーパ、バンデットリングですね。フローチェ、暁のネクロゾマ。これ、まあいいですね。ウルネク欲しいな。ヌオ、モノマネ娘、ウォーターメモリと。なるほど。いや、まじ、まあ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 。でも、これ外れてる箱ではない。絶対に外れ箱ではないんだけど。できればゾロワーク、最後ゾロワークをよくやれてきた、変なところよくやれてきたと頼むぜ。さあラストパック、ディグダ、ケロマツ、マグマック、ほいっと、ディアンシー、ディアンシー、テッカグヤ、マーシャド GX か、なるほどね。で、ノコッチ、マニューラ、今しめのこれ嬉しい、デンジ、なるほど、という感じでございました。ということでプリズムスターがね2枚出たのはなかなか良きかなっていった感じで、ビーストエネルギーも出てますしね、いいんじゃないかなって感じです。色違いは、レシラム GX ということで、輝きは結構いいね、好きだな。そして、タイプヌルですね、タイプヌルの色違い、これもかなりキラキラしてますね。そして SR がまさかのエーテルパラダイス財団職員、あれ、エーテル財団職員、なるほど、これ女の子可愛いんだよな、でも結構イラストね。そう、効果がなちょっとね、いまいちっちゃい、いまいちなんだよな、今サポートでやることではないっていう。そして、GX ポケモンは、ちょっと手手符覗いてますけども、マーシャドウと、ネクロズマ、グルガルガン、サーナイト、シルバディ、月光が、グソクムシャリシナムという感じで、まあ、結構今回は良き感じだったのかなっていう感じですね。そして、僕が個人的に嬉しかったのが、イマシメとカウンターエネルギー、グズマ、カラマネロ、ユニットエネルギー、ビーストリング、イーブイ、ユニットエネルギー、シロナ、エスケープボード、カプテデフ、マーシャドウといった感じになっております。ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。